怪我でプレイできない左 SD 伊藤博樹の埋め合わせをできる選手。伊藤博樹は年内プレイできないレベルの怪我でアジア杯怪しい感じか。冨安どうにかしてくれー。オールマイキ冨安伊藤離脱は辛い。ディフェンスの全ポジションで90点以上の働きができるのシンプルにチートすぎる。日本で生まれてくれてありがとう富。冨安が分身するしかない。中山じゃダメなの。中山一人じゃきついから町田か冨安も左サイドバックの候補になるんですかね。渡辺を呼んで町田を SD っていう選択肢もありやな。中山町田冨安で回しましょう。長友ブラボーユートがいるじゃないか。普通にオーバーラップで活躍してそう笑い。バルサ株の LSD 高橋センダボルタジンエリス君を A 代表に予防マイクマが左もできたらいいんやけどね。思い切って冨安をサイドバックで。冨安がいる安心感半端ない。